株式会社ラリーアートは三菱自動車工業の子会社。かつては三菱自動車のワークスチームとしてモータースポーツへの参画などを行っていた。設立以来、モータースポーツへワークスチームとしての参加と、それらのイベントに参加するプライベーターへの支援活動、コンペティション用およびスポーツパーツの開発、販売などを行っていた。しかし、経済状況の変化から、 経営環境が悪化。2010年3月31日をもって、業務の大幅な縮小が図られ、主要業務の大半が終了することとなり、その後、ワークスチームの運営は、MMSPGMBH が行っており、ラリアートパーツの販売は株式、会社テストサービスが行っている。2021年5月11日、ブランドの復活及び純正アクセサリーとしての、 幅広いモデルへの展開が発表された。ロゴはラリーとアートの間に赤とオレンジの5本ずつの縦線を挟むもの。このデザインはアドボンを手掛けたデザイナーによるものである。ありがとうございます。